皆さんこんにちは、松山大学ギタークラブです。今日は2枠いただいて、3人演奏していきたいと思ってます。で、ここにいる人らも松山大学のギタークラブです。毎年12月に、定期演奏会の方をしておりますので、また、興味がある方は、演奏会にいらしてくれたらなと思います。それでは、鳩野貴樹くんの方から曲の紹介をしてもらいたいと思います。こんにちは、松山大学2回生の鳩野貴樹です。僕がやる曲はパリの散歩道っていう曲で、フィギュアの羽生結弦選手が使った曲でも有名な曲なので、ぜひ、楽しんでいただけたらなと思っています。では、したいと思います。アンドリュー・ヨークさんに作曲した曲で有名な3番線という曲を歌いたいと思います。チューニングを変えたいと思うので少々お待ちください。